伊勢崎市は群馬県南部の市である。市工寺特例市に指定されている。1940年の市政施行当時の区域は旧沢郡。現在の市域は旧沢郡、瀬田郡、新田郡の区域で構成される。人口増加率は県内有数の伸びを示している。東に隣接する大田市とわずかの差で喫光しており、両市とも人口は増加している。 古くから絹の生産が盛んで、隣接する気流市と並び絹織物が有名である。鉱下カルタでは、目の札に、名仙式出す、伊勢崎市として再録されている。現在は、市の積極的な誘致により、郊外に、広大な工場が建設され、北、関東有数の工業都市である。製造品に出荷額は1兆円を超え、大田市に次いで、県内。 第2位の地位を持つ。近年は郊外型店舗の進出が著しく、特に、伊勢崎オートレース場付近の発展が目立つ。その一方で、中心市街の空洞化が進んでいる。市内にある、伊勢崎駅は、東武鉄道の主力路線で大道無路線である、東武伊勢崎線の奇襲点であり、両門を結ぶ JR 両門線の中間駅である。 伊豆崎市中心部周辺の空中写真。市街地の西を広瀬川、東を春川がそれぞれ南流する。1986年撮影の10枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。波市江沼関東平野の北西部に位置し、 市内南部を流れる利根川を隔てて、埼玉県と隣接する。市の中心部までの距離は、群馬県の県庁所在地である、前橋市から約1 5トル高崎市から2 0トル東京都心から約9 5トル市域の変遷級、伊勢崎市級、赤堀町級、東村級、境町級、 伊勢崎市神伊勢崎市永禄4年に、良成重が赤石城を攻め落とし、赤石里の一部を伊勢神宮に寄進して、伊勢宮を守護神として建て祀った。以来、伊勢の前と呼ばれるようになり、転じて伊勢の先、伊勢崎となったとされる。読み方は、正恩の伊勢崎が正しく、伊勢崎は誤り。しばしば混同されるのは、横浜市中区の伊勢崎町で、 こちらは、伊勢崎と読む。また、高知県高知市の伊勢崎町は同じ漢字であるが、伊勢崎と読む。人口は約21万人。人口増加率は県内有数の伸びを示している。東に隣接する大田市とわずかの差で喫光しており、両市とも人口は増加している。隣接する大田市や大泉町とともに、市内には、 ペルー人やブラジル人が多く在住しており、2009年12月末時点で、約1万1300人、全人口の6%を占める。この数は、県内の自治体では、最も多く、県内の外国人登録者数の、約4分の1を占める。現在のペルー人の人口は、全国の在日ペルー人の5%に当たる2300人。旧伊勢崎市 伊勢崎市すばる360誕生の地主な企業、主な事業所スマーク伊勢崎イカパン市内における大技廃止事業は完了しており、市内に大技は存在しない。伊勢崎地域場合によっては、北地区、南地区を合わせ、伊勢崎地区とする場合もある。北地区、南地区、植連地区、諸地区、三里地区、宮里地区、奈和地区、 という家地区赤堀地域赤堀地区東地域東地区、堺地域堺地区堺うね地区、堺津地区堺島村地区堺東地区旧伊勢崎町には大技が存在しなかったため、旧伊勢崎町内の地名はすべて通称町名である。北地区南地区、植連地区、諸地区、 豊池地区東地区1、北小学校2、南小学校3、諸小学校4、職連小学校5、三里小学校6、宮里小学校7、縄小学校8、豊池小学校9、北第二小学校10、職連第二小学校11、広瀬小学校12、坂東小学校13、宮里第二小学校。 1、赤堀小学校2、赤堀南小学校3、赤堀東小学校1、東小学校2、東南小学校3、東北小学校1、堺小学校2、堺うねめ小学校3、堺強小学校4、堺東小学校5、堺東小学校日本郵便が以下の拠点展開している。伊勢崎駅、新伊勢崎駅。 コミュニティバス、青空伊勢崎オートレース場。ありがとうございます。